ご乗車のその際ですが、まもなく終点となります。こんにちは、右側です。あ、そうじゃないか。ご視聴ありがとうございます。旅すべき者ラジオ馬場俊也です。この旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。現在地は石川県金沢市の金沢駅です。初めてこの駅に降り立ちました。僕には旅行を通して成し遂げたい長年追い続けている夢があります。47都道府県制覇の夢です。今回石川県金沢市を訪れましたので、その夢がまた一歩前進した形になります。で、今回のテーマなんですけれども、金沢市には3つの茶屋町があると僕は聞いています。一番賑わっているのが東茶屋町だと聞いているんです。今回はあえて西茶屋町を探索して一緒に楽しんでいただけるような内容にしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速西茶屋町に向かいたいと思います。というわけでやってきました。こちら西茶屋街です。オープニングで間違えて西茶屋町と言ってしまったんですが、西茶屋街が正しい呼び名なんだそうです。大変失礼しました。というわけで早速西茶屋街の散策を始めたいと思います。撮影しているのが2022年11月の中旬、平日の朝になりますので、こんなに観光客の方いらっしゃらないと思います。しかも朝の早い時間帯ですので大丈夫だと思います。お迷惑にならないように気をつけながら楽しく散策をしたいと思います。では早速西茶屋街散策始めたいと思うんですけれども、ここに西茶屋街に関する説明がありまして、西茶屋街の始まりは1820年に正式に加賀藩の許しを得てということなので、江戸後期からこの茶屋街の歴史は始まっているみたいですね。やっぱり芸妓さんいらっしゃる町なので、建物にもそういう雰囲気がそこかしこに感じますね。早速見つけてしまいました。こちらですね、西茶屋街でも有名なゆすらさんというカフェですね。後でこのお店立ち寄りますので、どうぞ楽しみにしていてください。西茶屋街だいぶ歩いてみたんですけれども、戻ったところはそんなに長くなくて、この先がほとんど個人のお宅、住宅街のような感じですね。もう向こうに茶屋街の終わりが見えちゃってるんですよ。このコンパクトな感じはなんとなく愛着が湧きますね。なんでかっていうと、ここで道が終わりなんです。あっという間に終わってしまった。というわけで一旦戻ります。本当思いつき企画です。今交渉しているところなんですけれども、甘納豆川村さんでうまくいけば店内で甘納豆をいただきたいと思います。撮影 OK がいただきました。商品も写していいということなので写させていただきます。何らかのお手伝いになればと思っております。あ、こちらでもいただくことはできるんですか？なるほど、そうですか。ああ、これはお庭というふうに言って差し支えないんですか？でも素敵なお庭ですね。面白いですね。賞味期限6分もなか。お値段もお手頃400円台からいまして、飲み物もついてきますね。ほうじ茶からコーヒーからあります。ありがとうございます。受け取り口がお店の外に出てからということで、こちらですね。ここでモナカの受け渡しをしているみたいです。今回頼んだのがマスカルポーネ、それからほうじ茶です。後ほどお見せしたいと思います。ちょっと店内から見えたお庭なんですが、いや素晴らしい、なんて素晴らしい場所なんだ。あ、はい、店内で注文したスイーツですね。こちらのマスカルポーネチーズのアイスのモナカ、早速いただきたいと思います。ほら、こんな感じですよ。
アイスと聞いてすぐ溶けてしまうのかなと思ったら、そんなことはなくて、ほんのり柑橘系の味がしますね。口の中でふわっと広がってきます。これでいてものすごく軽い食感、これは癖になりそうですね。値段が安かったというのも否定はしませんが、せっかく和のスイーツをいただくのですから、こちらのほうじ茶いただきました。冷たいほうじ茶です。いただこうと思います。いいですね。マスカルポーネチーズのモナカ、食べた後にいただくと非常に後味がすっきりとして美味しいですね。というわけで全て食べ終わりました。それではごちそうさまでした。ぼちぼちと移動します。ちなみにカフェスペースの名前は豆のまのまさんというそうです。間違えてたらごめんなさい。続きましてはこちらのゆすらさん行ってみたいと思うんですが、まだオープンまで5分あります。いつもの通りアポなしです。もしかしたら断られるかもしれません。なので交渉をして OK であれば美味しいものをいただいて帰ろうと思います。撮影の許可がおりましたので、ご迷惑にならないように気をつけながら美味しい軽食をゆすらさんでいただこうと思います。メニューがこうやって外に出してあるんですね。先ほど甘いものをいただきましたから、お腹が満たされるようなものをいただきたいです。失礼します。ごめんくださいませ。本当に金沢の茶屋街というのは素晴らしいですね。お席からこんな素敵なお庭が見れちゃうんですよ。で、先ほど注文させていただきましたここのアイスコーヒーと茶屋の卵サンドいただこうと思います。注文したお料理が来ましたのでご紹介します。いただきまーす。じゃあこのコーヒーにシロップとミルクポーションを入れていきますよ。ミルクポーションを入れてシロップを入れます。こちらの卵サンドいただきます。うん、白身の部分のしっかりした弾力と柔らかな黄身の濃い味がしますね。美味しいです。これでもう空腹は満たされました。まだ2個あるけど。という間に完食してしまいました。ごちそうさまでした。お腹もいっぱいになりましたし、名残惜しいんですけれども次の場所へ向かいたいと思います。ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。ありがとうございました。というわけで駆け足気味ではありましたが、ゆすらさんで美味しい卵サンドとコーヒーをいただきました。それでぐるっと回りまして、こちらの西茶屋資料館さんで今度は西茶屋街について勉強したいと思います。西茶屋資料館、入館料は無料だということなので入っていこうと思います。午前9時半から午後5時まで営業しておられます。短い時間ではあったんですけども、西茶屋街の歴史について当時のものを復元したものを通して勉強する機会をいただきました。残念ながら何分急すぎたので動画の撮影をお断りしていますということでお話がありまして、いくつかここに写真をお出ししています。この写真を見ていただきながら西茶屋街の歴史感じていただいて、この資料館に足を運ぶ一つのきっかけになればいいなと思っています。今度はこちらの花根さんというお蕎麦屋さんで金沢のお蕎麦をいただいて、この西茶屋街散策締めたいと思います。さて、交渉がうまくいって入らせていただけるでしょうか。見えづらいですが、新作の時期なんですね。こういうのに疎いのでよくわからないんですけれど、早速聞いてみたいと思います。では、花根さん入らせていただきます。失礼いたします。いや、お花が綺麗です。良さそうですね、これ。さあ、どこでいただきましょうか。今見ていただいているのが2階のお席です。
ここなんか良さそうですね。ここでいただきましょうか。説明が前後しましたが、撮影の許可もおりまして、今メニューを映させていただいております。飲み物の方がこういうラインナップになってまして、お料理がこんな感じになっております。気になるのが、とろろ入りおろしそば、これをいただいてみようと思います。で、離れさんで使われているおそばは全て越前そばなんだそうです。このお席を使わせていただいてもよいでしょうかということで、お伺いをしましたところ、すんなりとご快諾をいただきましたので、こちらで美味しいお蕎麦をいただくんですが、喉が渇きました。冷たいお茶いただこうと思います。待ちに待った時間がやってきました。お料理が来ましたので、ご紹介をさせていただきたいと思いまーす。それでは、いただきます。早速実食させていただくんですけども、今回は分かりやすさ重視でいこうと思います。これがさっき見ていただいたお蕎麦ですね。でここにおつゆがあるんですけれども、お蕎麦の方にこのおつゆをかけていきます。本当はこのやり方はダメですからね。おつゆが関東では濃い口醤油がベースの濃いめのおつゆですけど、こっちはそうじゃなくて薄い感じのおつゆなんです。見えますか。全部かけてしまいましょう。これが本当に正しいかどうかは僕は分かりません。何しろ今回初めて食べるので、こんなものでしょうか。それではいただいてみようと思います。うまくつかめるかな。で、今思ったんですけど、お蕎麦の形がまた独特なんですよね。ちょっと横に平たい、似たようなもので言うと秩父のお蕎麦に近いかなって気はします。だしはそんなに強烈ではないんですけど、貝割れの味が加わることでパンチが効いたいい味になりますね。なんてコシが強くて噛み応えのあるそばなんだ。幸せを感じるそばだな。では最後にこのおつゆをグッといただこうと思います。あっという間に食べ終わりました。本当に美味しいお蕎麦をご商売に預かりまして、幸せな気持ちでいっぱいです。というわけで、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。というわけで、こちらの花根さんで美味しいお蕎麦をいただくことができました。初めて足を運んだ金沢で、これ以上ないたくさんの思い出を作ることができました。そろそろこの旅行動画を締めたいと思います。西茶屋街を一通り回ってみました。どうだったでしょうか。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。次回の紅葉満喫編なんですけれども、いよいよ最終回です。最終回にふさわしく、日本三名園の一つ、石川県金沢市の蝶がつく有名な兼六園で紅葉を存分に楽しみたいと思います。ぜひ次回の配信もお楽しみに。それでは今回もご視聴ありがとうございました。